あの日、あの瞬間、あの場所、未来を予感させる風が吹いた。電気と通信、聞き慣れてしまった言葉。でもそれは奥深く、世界へと無限に広がる。そんな分野で日本の産業とともに80年発展してきた。そして私は私の夢を叶えるため、歩く、歩む、歩みを進める。私たちは歩み続ける。刻み続けた足跡も振り返れば最初の一歩がある。小さな一歩が確実に力になると信じて日々を過ごしてきた。さらに前進を続ければ世界が広がり、新たなフィールドが見えてくる。なくてはならない社会基盤、衛星通信技術、あらゆる分野のイノベーションに欠かせない情報学、継承される技術と先進的な工作機械に学ぶものづくり、すべてこれまでの産業を支え、これからの未来を形作っていく。新しいものを常に取り入れ、ネットワークの先につながりを育み、時代を開いていく。私たちを身近で支え、寄り添い、安らぎを与える学び。心弾む経験と期待と希望に満ちた学び、すべて私たちの糧となり、その私たちが社会を成長させる原動力となっていく。月日は過ぎても、ここで過ごした日々、刻んだ歩みが私たちを勇気づける。後に気づく大切な出会い、仲間たちが日々前を先を見据える、その姿勢を後押ししてくれる。今この瞬間を思い切りやりきる。今また私は新しい風を感じている。素敵な未来を予感させるこの風を胸に、これからも歩み続けよう。